セントラルアイスリップ駅とは、ロングアイランド鉄道の本線の駅である。それは、ニューヨーク州、セントラルアイスリップのサフォーク群道105線と、ローエェルアベニューの交差点の南西の角にある。短期間の駐車場も、群道105線のうちとパインビルアベニューと、ホー,ーオンアベニューの間にある交差点の向かいにある、区間で利用可能である。セントラルアイスリップ駅は、 当初1873年11月14日に、サフォーク群道17号線と100号線の交差点の南東の角にかつて、アイスリップアベニューにあった1842年建設のサフォーク駅の代替として建設された。それは1916年に改築され、1958年に再度行われた。百八十七年十一月十六日、それは、 ロンコンコマ、セントラルアイスリップ、ブレントウッド、ディアーパーク、ワイアン団地ンの各駅での動線の大規模な再建の一環として、ローェルアベニューの角に移転した。新駅は、セントラルアイスリップ精神医学センターと、その付属病院が閉鎖される数年前に閉鎖された、発電所の跡地に建てられた。 ローエルアベニューの向こう側には、かつてそれに通じる貨物支線を有していたウォールドバーム S の倉庫の用地がある。この駅は、高床の端式ホームを2面有し、どちらも有効長は12両である。北側のプラットホームは、側線と隣接するが、南側のプラットホームは、本線と隣接する。ありがとうございます。